遅くまでご苦労様でした。もうお分かりのように残念ながら当選にはなりませんでした。この選挙戦、こんなにたくさんの人が各地が駆けつけていただいて、充実した選挙戦ができたと思ってましたが、票に結びつくにはきっとまだ足らなかったんでしょう。最終あの選管から出ました確定票は、広見六郎、市民ネットワーク京都、2282票です。で、あとは他の人は後でまた見ていただきたいと思いますが、これをどういうふうに評価するか。今回の最後の設定映像、投票率が、投票率何パーセントやったっけ、45.5 いくらですね。この低さ、京都市全体では 40% ちょっと効かなかったという、この低さ、これが非常に悔しいところだと思います。我々が訴えてきたことが十分浸透しているはずの部分に、投票に行ってもらえなかったかなと思いますが、これでそれぞれ、これからの課題にしていかない、我々としても、あるいは京都市民としても課題にしていかんなということだと思います。決して終わるわけではないんですが、しかしこの、長丁場、本当に頑張ってくれた広見君に、六郎君に、この選挙に参加させてもらった一人として、本当にありがたい、ありがとうと言いたいと思います。本当に皆さんどうもありがとうございます。2282票ということでした。これがまあけど2282人の人がまあ入れてくれてるっていう、投票してくれてるっていうことだと思います。本当なんて言っていいかわかんないですけど、とりあえず選挙を出て良かったと思ってます。で、出てなかったら多分後悔してるやろうし、こんだけたくさんの人と濃厚な時間過ごせなかったと思うし、だけど結局、だけど本当大変申し訳ないっていう気持ちもすごいあります。